6枚グゼ3ブラック、前回続きのプレイしていきましょう。こいつらだね。こいつらだわ。確実にこいつらなんだけど。どうしようか。やべ、間違えた。間違えた。滑らないのありがたいな。ロール使うか。このパカってしてるの可愛いよね。一発で落とせよ。でも俺ダメージ食らったからね、さっき。あ、来た。優秀だよ。よし、届けてやろう。友情のチップだ。外すか、あれ。いらんな。水属性ばっかり出ることはないんだけど、別に。外しとこう。戻す。チャージも別にいらんし。アンダーシャツまたつけとくか。アンフィッシュ、忍びダッシュ。セットサンド。砂にするメリットって何なの？これ、あ、これつけるか。チャージとかも、空いてるしつけとくか。しないんだけどな、チャージ。よし。終了。のけぞらなくなるか。どうなんだろうな。俺にとって多分マイナスなんだよな。それだったら、HP1 で耐える方がいいのかな。この曲めっちゃ物悲しく聞こえんな。3階だっけ？あれ？ 2 階だっけ？あ、2階だわ。手術室の、お医者さんは言わないらしいね。手術って。噛むから。オペ室って言うんだね。普通は。届けてやろう。守る。持ってきてや。守る？あれ？あ、あっちか。びっくりした。そうだよな。あそこ、ヤイトが止まってたもんな。守れ。具合はどうだ？平気だよ。けど寝てなきゃいけないってお医者さんが。そっか。守る、手術を受けないか？手術をしたって僕の病気は治んないんだ。今まで何回も手術をしたけど、ちょっとも良くならなかったもん。けど今度は HBD のを治せるかもしれない手術だって韓国さん言ってたぜ。そんなこと言ったってきっと子供は治らないんだ。あ、今度もか。間違えた。もういいんだ。バカ野郎守る。バカ、簡単にもういいだなんて言うんじゃねえ。守る。俺には双子の兄さんがいたんだ。1歳の時、ある心臓の病気で死んじゃったんだ。手術も受けられないまま。けど俺の兄さんは命を尽きる瞬間まで病気と戦い続けたと思う。ネット君。守る。お前は手術が受けられるじゃん。生きてるじゃん。1% でも病気は治る可能性があるんだったら、それにかけてみろよ。俺はお前が病気に負ける姿なんて見たくねえよ。もしかしてお兄さんが死んじゃった病気、そうなるよな。分かったよ、ネット君。僕、手術を受ける。手術を受けられなかったお兄さんの分まで頑張ってくるよ。守る。頑張ってね、守君。もしネット君のお兄さんがその言葉を聞いてたら、きっと喜ぶと思うよ。こんな。泣くからやめてくれ、そういうの。守れ、きついこと言ってすまなかったな。手術、頑張れよ。すごい、めっちゃ大人だよね。ネットくん。それと、これ受け取ってくれよ。マドルジップ氷砲丸 M を手渡した。ぶんどってきたぜ。ありがとう、僕のために取ってきてくれたの？嬉しいな。もう頑張れよ、精一杯病気と戦う。ああ、その気だ。そんだけ元気あれば、手術を絶対成功するさ。手術の日は応援に来るから、呼んでくれよな。守るくん、頑張ってね。それじゃ、ネットくん、そろそろ家に帰ろっか。そうだな。そろそろ帰るか。頑張れよ、守る。さすがにこれ、失敗するとかそんなもんなかった気がするんだけどな。
だから俺もバトルチップを取ってたりしたんだけど。ヘビーシェイク、鉄アレイを3発前に投げる。鉄アレイは投げるもんじゃねえよ。よし、やろう。ここに方がね、良かったのかなみたいなところはあるよね。もうちょっとなんか、なんだ、回復みたいな、リカバリー200とかさ。そんなんもらった方がなんか回復する感あるけどな。まあ彼が欲しいと言ったんだから。仕方ない。お友達が入院してるの？それは大変ね。何かできることがあったら力になってあげなさい。すげえいい家系だよね。プラグインしそうになった。間違えたわ。あれから3日経つけど、守れないやつ連絡してこねえな。もしかしてまだ手術は、また手術は嫌だとか言ってるんじゃないだろうな。そんなことないと思うよ。守るくんに、あんなに頑張るって言ってたじゃない。それもそうだな。そのうち連絡してくるか。ねえたくん、メールだよ。守くんかな？違う。病院からだ。読んでみるよ。守くんの容体が急変しました。本日緊急手術を行います。だって、大変だよね、ネット君。なんだって。病院に急ぐぞ、6万。うん。手術やった翌日とか、呼ばれなくても行ったりしないのかな？ただなんだし。急変しました。まあでも、メールとか電話とかできないような容態ではあったんだろうな。手術終わっても。手術、ここじゃないか。浦川守君なら今病室の方で安静してると思います。あれ？あ、手術終わったんだ。そんなバラしていいのかよ。守る、聞こえてるか？あんまうるさくするんじゃないよ。俺がついてるから何も心配いらないぞ。大丈夫だよ、友情のチップがあるから。守くん、3階の手術室に移動するわよ。あ、手術前なんだ。ご家族に連絡するような感覚で連絡してくれたのか。多分、マオノ君が言ったんだろうな。ここのアドレスにメールをって。看護さん、マオノのことよろしくお願いします。ええ、全力を尽くすわ。さあ、マオノ君、手術室へ。頑張れよ、頑張れよ。行っちまったな。僕は手術室行こうぜ。できるだけ近くにいてやりたい。めちゃくちゃ大人だな。だったら一緒に手術室の前までさ、こう、俺って言いながらさ、行った方が良かったんじゃないかなっていう気持ちもあるけどね。でもここの病院でこんだけいろいろやるってことはさ、ここの病院がなんか偉いことになるってことだよね、多分。ワールド3の標的だよな。手術始まったみたいだね。守る、頑張れよ。俺がついてるからな。俺がついてるぜ。手術開始から3時間が過ぎた頃、すごいな。待ってたんだ、ちゃんと。ネイト君、ちょっと休んだら？もう3時間も立ちっぱなしだよ。ちょっと外に出て風に当たって落ち着こうよ。せめてその横のさ、あのベンチに座ったら？
けど俺に今できるのはここで祈るぐらいしか。このままじゃネット君もダウンしちゃうよ。焦らずに待とう。きっと手術は成功するって。うん、分かった。一度外に出るか。出ていいのかな出たらなんか起こるだろう。一階のロビーに降りるね。あ、なんだ、エレベーターが止まったぞ。あ、動き出したよ、ネット君。なんだこりゃ。おお、なんかすごくなってる。一体何が起きたんだ。緊急事態発生、緊急事態発生。館内放送だ。皆さん落ち着いて聞いてください。先ほど命の機械は謎のツタが発生しました。ツタによって病院内のほとんどの医療機器は動かなくなってしまいました。なんだって、マムラシューズのマッサージなんだぞ。そう考えるとめちゃくちゃエグいよなこれ。皆さん速やかに外に避難してください。繰り返します。外に避難してください。できないんだけど。急ぐぞ。ここは動くんだな別に。お、何もできねえ。ここもか。魔物の手術はどうなったんだ。あ、君は韓国さん、魔物の手術はどうなったんですか。まだ大丈夫。手術器具は正常に動いてるわ。けどこのままじゃスタが手術室の中まで入ってきちゃう。俺がこのスタを何とかします。もしかしたら命の木に育成システムに異常が起こったのかもしれない。命の木育成システムはどこにあるんですか。この病院の地下よ。そこのエレベーターから直通で行けるわあ、そうなんだ。今まではその行く必要がなかったからないこと扱いされてただけか。わかった、行ってきます。ダメだ、動かない。しょ、こんな時に非常階段ぐらいあるだろう。ナグさん、エレベーターが止まってます。他に地下室へ行く方法は。外よ。外から地下室に繋がる扉があるわ。エレベーターの隣にある扉は非常階段に繋がってるわ。そこから下に降りて、あ、下のフロアの、下のフロアのどこかから外に出られるかも。非常階段だね。この扉だな。あれ、開かないぞ。ネット君、電子ロッカーかかってるみたいだよ。僕は見てくれ。プラグインお願い。プラグイン6枚くぜ、トランスミッション。ピーン。あ、すごい電脳だ。ここは病院の電脳か。何か様子がおかしいよ。6枚、急いで非常口のセキュリティロックを外すんだ。うん。ほんとだね。めっちゃ木生えてんじゃん。育成システム暴走によって生まれた電脳植物だ。強い火があれば燃やし尽くせそうだ。強い火。強い火ね。オイルボディ。オイルボディ。なびかす。炎属性のウイルスが大好きなオイルを塗り狙われやすくなる。いや。あれか。魚と一緒か。踏み込んだとて。ナイト。あいつ弱えな。はい。
イキャノン。大変です。突然電脳植物は大発生して病院内のコンピューターが動かなくなってしまいました。その電脳植物を取り除けば病院内のシステム復旧するのかい？多分そうだと思います。え、もしかしたらあなたがそれをやってくれると。何か方法あるの？僕の持っているエナジーチェンジを使えば電脳植物を取り除くことができると思います。これをあなたの体に組み込めばバトルチップの属性をパワーに変換することができます。今回の場合、炎属性のチップを変換すればあなたの体から炎が巻き起こり電脳植物を焼き払うことができるでしょう。使い方はエナジーチェンジをあなたの体に組み込んで燃やしている植物の前もしくは上で罰を押してください。するとエナジーチェンジが起動します。一度変換したバトルチップはなくなってしまうので気をつけてください。ではお願いします。あー、だからあれか。ありがとう。じゃあネット君行こう。だからあれなんだな、オイルボディで。炎属性のやつを。うーわ、めんどくさ。ちょうどめんどくさいな。スーパーマン外さないといけないのか。エナジーチェンジ動かす、こうでしょ、こうか。オイルボディ入れる場所ねえんだけどこの辺外すのやだもんな。あるだろう、なんかいっぱい。多分あるから大丈夫でしょう。試しにこんなとこやる気なくない？一個なくなるんでしょう。あー、どうしようか。こいつ弱いもんな。よし。トーテム1。オッケー。エナジーチェンジを使う。ああ、トーテムも炎なんだ。てか、あれは属性順で。あ、結構、あ、微妙だな。あんまないな。ファイヤー。なんで一個なくなるんだよな。すげえシステムだな。どっちだ？どっちが正解だこれ。あんまり使いたくないな。これ気持ち悪いな、なんか。ニードルマシン、ニードルマシン、あ、これか。あ、でもどっちみちやんないと。イヤイフォーム、イヤイフォームってなんだっけ。あれ、あー、そうか。あ、間違えた、間違えた、間違えた。そういうことか。こうだね。こうだったわ。痛い。カスタムソード。よし。非常口のシステム、正常化したよ。外に出るルートを探そう。了解。2階からかな。診察室。
エレベーター動かない。でも1階はだって出れなかったもんな。窓からダメかい。すごいおしゃれな模様みたいに見えるんだけどな、このツタの感じ。窓が開いてる。ここは2階で下は海。ネットくん、まさか。ネットくん？そのまさかさ。緊急事態だ。迷って暇はない。飛び降りろ、ロックマン。うん。ペットって防水なの？いや、それにしても、塩水はやばいよな。錆びない？なんとか泳ぎ着いたぜ。すごい。ロックマン無事か。平気だよ。パパにもらったペットケース、あ、そういうもらってたな。それより早く地下室に入る入り口を探そう。よし。はい。ということで、じゃあ、ここで一旦区切って、絶対ここだよね。行こう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。